やりがいとストレス、まあ、特に仕事面でのやりがいとストレス、はいはい、内向思考を主機能にする人は、自分の裁量に任されている範囲が大きく、自分が興味を持っていることを最大限追求していける職場環境にやりがいを覚えますと。自分に与えられた課題が多様性に富んでいることを好み、自主的に目標に取り組んでいけるような機会を特に大切にしようとしますと、うん、逆に何か商品を考えたり、うん、目標に取り組んだりしていく上で、自分の特殊機能、特殊な能力や独自の考え方を発揮できない仕事には熱意を感じない、うん、そのためその周りの人たちからは、うんうん、やる気がないのかと。あ、得意じゃないところはなんか明らかに手を抜いてるように、うん、なんか、はいはい、わかりました、はい、おいおい声出せ声出せっていう声出せも多分無駄だって話じゃないですか。でもそうそうなんですよ、うん、感情がないように見えるから、はい、いろんな感情なくても、はい、なんか自分の得意なところはバババババってやってるから、はい、やる気あるように見えるけど、でも、まあ、いろんな人がいるんですよ。いろんな人がいるとです、うん、世の中には、うん、でそう思われがち、はい、なんでグループの取り組みや目標に批判的、消極的であるように感じられたりすることがありますねと。この内向思考の人たちは物事からまた一定の距離を保つ、で問題や目標に対して市場を挟まず中立的な分析を行うことに意識を向けるために、ごめんなさいね、他の人の論理に欠陥を発見したり、またはそのある計画に思いもよらない事態が出てくることを指摘する、うん、これやるとこういうこと起こりますよね、うんうんうん、お前やる前からなんだそれはって、そうか、なんかどうしてもね向こう側に立ってしまう。なぜなら僕の正反対の人たちだから、うんうん、あっていうと、すいません、私は、うん、劣等機能が内向思考です、うん、はいはいはい、なのでちょっとあの、うん、恥ずかしくなってしまう。私にないところなので、うん、なのでそういう発言が他のメンバーに対しては妨害に感じるんですよ、わ、うんうん、かる、うん、やる前からなんだお前はって、うんうん、出てけ。お前はこのメンバーからいらないよって。でも結局そうなっていくんですけどね、実際にもうそういうことが起こってくる。しかしどちらのタイプも彼らが実際の取り組みを評価しているかどうかに関わらず、またその参加意欲を感じているかどうかにも関わらず、うん、その自分の力が最も発揮できる冷静沈着で客観的な分析を通じてチームに貢献していることは変わりがないと、うん、まあ、そうですよね、うんうん、いやだったらその予見したことに対して対策を取ればより良くなるわけですもんね、うんうん、だって先に指摘してくれてるんですから、うん、もう恥ずかしくなっちゃいますけど、うんうんうん、で多分彼らは悪口を言ってないんですよ。悪口っていうか悪口とは思ってない、悪口とは思ってない、別にディスってないんですよね、うん、ディスってないです。ディスるっていうのはディスリスペクト、うん、尊敬してないわけじゃないんですよ、うん、まあ、軽蔑ですよね、多分下に見てるわけではない、まあ、わけではない、そう、うん、あのフラットに見て冷静に見て、うん、ここがそういう問題点がありますよ、ここ指摘、ここを改善すれば良、うん、くなりますよねって言ってるつもりなのに、うん、このごめんなさい、受け取り側としては、うん、なんだそれはって、いや、やる前から、うん、っていうその辺ですよね、うん、でこの、まあ、冒頭に申し上げたこの、うん、我々のチャンネルにも ISTP、うん、INTP 生きづらいってくれる方が多いのは多分、うん、若い方だとすると、うん、要はプロジェクトメンバーとかでも、うん、重要なところじゃなくてまだ力がない、まだそういう組織的な力がないときに、うんうんうん、なんかその、まあ、私みたいな上司がいて、うん、やる気がないならみたいな、うん、やる気を見せろみたいな、うさぎ飛びせえとか、うんうん、片足でスクワットせえとか、水飲むなですよね、水飲むな。みたいなこの根性論を出されたときに、うん、それって意味ありますか、うん、いや今の野球のメンバー、やっぱ今の野球のチームでも、うん、そういうのはあるらしいんですよね。あ、そういうのをやったりするの、いや、そういう少年野球とかでも、うん、やっぱそういう指導者は少なからずいて、うんうん、で最近はなんか YouTube ができたから、うん、例えばプロがこう言ってるっていうのがあるので、うん、
まあ、よりちょっと良くなってきてるらしいんですけど、まあ、科学的根拠があるってことですもんね。いやプロがそう言ってるよ、うん、でもまだなんかそういう、なんていうんだろう、そういう指導者がバッコしてるらしいんですよ、うん、だからそういうのが、はい、まあ、知識じゃないですか。多分水飲むな、もう僕たちの時代は水飲むなだ、もう水飲むなが普通でしたよ。そうバテるか、バテるから、そうそう、水飲んだらバテるから、バテるからそう意味がわからんですよね。で今はそれはもう完全に否定されてるわけじゃないですか、はい、すいませんちょっと話が、はい、僕の感情でそれてしまいました。、はい、TI の方申し訳ございません、うん、これらのタイプを思考する人たちがベストを尽くそうと努力し、自分たちの最も根源的なことを通じて貢献しようとするときに、うん、周囲の人たちに認めてもらえず過度に批評するとか、うん、非協力的だとか、うん、横柄などと誤解されやすいのは、うん、実に皮肉なことだと、うん、要は彼らは彼らの能力を使って、うん、よくしようとしてるのに、うん、なんかやる気がないって思われる、うん、のは、まあ、確かにこのそれが生きづらい、生きづらいっていう表現がまあちょっと簡単な言葉になっちゃうんですけど、うん、何やってるじゃんって、うん、あの生産的じゃないのは君らだよ、うん、なんか無駄なとこに力を、そう夜遅くまで残ってるのがやる気があるみたいな。そうですね、っていうところですよね、はい、うん、俺より先に帰るのかみたいな、そうっていうので、でも意味ないじゃんって話ですよね。そうそう、はい、自分はこれをやるのがっていうのはこうひたすらやってたりする、はいはい、やるべきことはちゃんとやってる。なんでそういうこういうのを読むとやっぱり、うん、あとそういうのを読んだり、うん、なんかそういう、まあ、体育会に残る実情、うん、まあ多分それが僕は結構イコール社会でもそうだなと思っていて、はいはい、うん、なんでまあ生きづらいでしょうねとは思います。はい、はい、でまあこんな傾向があるために、うん、その自分の仕事生活に不満を抱きやすく、うん、職場に苛立ちや物足りなさを感じることが多いと言えますと、うん、で天さん、はい、内向思考に囲まれるとなんだか恥ずかしくなるの分かりますと、うん、ソテンさんは多分私と一緒で、うん、外交感情、はいはい、はい、ハイノシさん、むしろ敬意があるからこそ手厳しいことを言うんですねと、あなたはこれに耐えられますよね、これぐらいのことを知ってるんだからいいですよねって言うと痛い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 それって、まあ、耐えられますよねっていうかできますよねじゃないですか。できますよねって言われるとうんって、うん、ふんってはなりますけど、い、まあ、言い方言い方言い方、うん、まあ、言い方はあると思うんですよ。こう厳しいこと言われるのも、はい、言い方によってなんかイラッとすることもあれば、はい、すんなり受け入れられることもあるじゃないですか。こっちはね、鼻を広げたいんですよ。ふんはやりたいんですよ。天、うん、さん、中学校の時に部活が根性論、うん、だってまだ天さん若いですよ。若いけどそういうのがあるってことですか。まだ残ってるんですね、そのぐらいでも、うんうんうん、体育会系苦手、あ、なんだかこういう人たちって、うん、結局一番真面目に授業を受けてる人をやる気がないやつ扱いしてて、あ、気に入った人だけよくしてる感が強くてなんだかなと思いました、うんうん、議論好きが戒めなければならないのは、相手にとっては捉えたものが事実で、うん、排除されたり攻撃されたりする動機になるということですね、うんうん、だと思います。まあそうです、はい、うん、あの殴られることもあると思います、うんうん、そう、あ、そういう手が出る人もいるんだろうなっていう。手が出る人もいますよね、はい、うん、うちの親父とか出そうですもん。小賢しいって、うん、ISTP、INTP、うん、主機能が内向思考の人が、はい、劣等機能が勃発するきっかけとしては、うん、激しい情緒反応を示している人、うんうんうん、特に、うん、このタイプの人の個人的な特徴を批判している人が近くにいることが、うん、劣等機能が勃発するきっかけになる場合がありますと、うんうんうん、また短期間の危機的状況に伴う、うん、自分自身の情緒反応も、うん、劣等機能を勃発させ特有のパターンに陥ることがありますと、うん、対象から距離を置く立場から、うん、職場の危機的状況に対処することに力を発揮するため、うん、同僚の強い情緒の面から出る、うん、苦悩の表現がこのプロセスを妨げてしまうようなことが起きると自分自身の激しい情緒反応も引き出されてしまうことになりますと、うん、このタイプの思考を思考する人たちは、うん、周囲の人たちに自分の根源的な価値観や気持ちに気づいてもらえなかったり、うん、受け入れてもらえなかったりすると、うん、インザグリップ状態に追い込まれることがあると、うんうんうん、このタイプを思考する人たちが
静かでいたいときに、うん、周囲の人たちが気づかないとまたインザグリップしますよと、うんうん、他の人たちが自分の領域を犯していると感じ、うん、激しい情緒反応を表に出したり取るに足らないことで激怒したりしますと、うんうん、ある INTP をする大学生は、うん、友人からパーティーに一緒に行こうよってしつこく誘われたときに、うん、突然自分の中でモードが切り替わり、うん、怒鳴り散らして暴言を吐くとか、うんうん、要は自分のペースを乱そうとしたんですかね、うん、多分思ってないんですよ、お一緒に行こうよあるからって誘っただけなのに、うん、急に切れただとわけわかんないですよね、わけわかんないです、ね、こっちからすると、うん、行かないって言えばいいだけ、はい、ですからね、はい、うん、でこうした人たちが、うん、インザグリップ状態に見られるパターンとしては、うん、自分の主機能を過剰に使うようになり、うん、なんで内向思考、うん、批判、はい、自分の判断を裏付けるきちんとしたデータを持たないまま、うん、辛辣で皮肉っぽい発言をするようになると、うん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 、長期間ストレス状態に置かれ、うん、この主機能のような極端な状態が長引くと、うん、ますます痛烈に情け容赦なく、うん、相手を批判するようになっていきますと、うんうん、このような一面的な判断の仕方により、うん、主機能の思考機能はさらなる機能不全を起こし、意識的で分化されたこの分かれた思考機能が本来の力を発揮できなくなるため、どうにか制御を取り戻そうと内面での苦悩が始まりますと。この状態に陥っていることは周囲の人たちにはほとんど分からないが、まあ徐々に普段の鋭敏な動きに変わって反応の鈍さ、無気力、集中力の低下が見られてくるとなんて描かれています、はい、あとは、まあ、論理に対する極端のこだわり、うんうん、このタイプを思考する人たちは論理を用いることに情熱を燃やし、うん、極度に論理的だが、うん、非生産的な考えにとらわれ始めますと。あ、まあ、そういうところもあるでしょうね、うん、論理的だけ、あ、まあ、行き過ぎちゃうってことですよね、はい、うん、いやもうやれば早いから、うんうん、っていうこの体育会の理論、うん、そう、はい、っていうのもあるっていう、はい、あとは人間関係に対する過敏さ、うんうん、この劣等機能が外交感情機能、うんうん、なんで私ですね、外交感情機能が主機能、うんうん、はい、劣等機能の外交感情機能にとらわれているとき、うん、このタイプを思考する人たちは気持ちに関わるすべてに過敏になり、うん、相手にされ好かれているか、うん、評価されているかなどがやたら気になり始めますが、うん、いつもなら自分には無縁な考えであるため、うん、なんとか外からわからないように隠そうとする、うんうん、このような馴染みのない心の在り方を体験しているとき、うん、相手の何気ない一言や仕草を、うん、自分のことを評価せず嫌ったり拒絶している証拠だと過敏に受け取ったり、うん、誤解したりしますと、うん、例えば、うん、誰かが部屋に入ってきたときに挨拶しなかった、うん、っていうちょっとしたことを、うん、あ、この人は私のことが嫌いなんだ、うんうん、って受け止めたり、あ、なんかさっきの評価されてないっていうのもこれじゃないですか。いや、多分先生も、うん、もしかしたらそうかもしれない。そこまで意識してない可能性がある、はい、うん、全然見てるよ、うん、では何で多少そういう傾向はあるのかもしれない、ね、あるかもしれないが、それはあなたの鏡かもしれないっていう、うん、はい、誰もそんなこと思ってない、うん、はい、あとは情の脆さ、うん、劣等機能のこの外交感情機能にとらわれていると、うん、内向思考タイプを思考する人たちは、うん、相手が自分を無視して自分をないがしろに扱ったって、うんうん、涙ながらに訴えることがあると、うんうんうん、要は、まあ、ちょっと分からなくなってるんですね、表現の仕方が、うん、自分にとって馴染みのない感情機能の領域は、うん、自己冷敏、うん、涙もろさ、うん、干渉として体験されると、うん、なのである ISTP を思考する人は、うん、自分の気持ちに気づき出すと、うん、機嫌が悪くなって落ち着きをなくしますと、うんうんうん、そして情に溺れていってしまうような感じがするのですと、うん、ある INTP を思考する人は、うん、自分のことをありのままに受け入れ十分な愛情を注いでくれてないこの人は、うんうん、っていう情緒的なまた気持ちになって批判し始める、うんうんうん、なんか結構またそれが激しいんでしょうね、言葉が、まあ、
ぶつけてくる、はい、だから論理的な裏付けなく批判してくるって話ですもんね、はい、多分言葉は強いと思うんですよ、ま、論理的っぽく言ってくる、はいはい、それがまた感情記念に応えるんですよ、うんはい、っていうことが書かれていますね、うん、要は、まあ、未発達段階にある、うん外交感情タイプの部分が出てくる、うんうん、健全度が落ちた時のって話ですね、はい、そうですね、うんはい、